より喜びが汚れちまう方が悲しそうじゃない。でも君と大丈夫ですかね。この曲は普段ね、なんかこう音楽をに親しんでる方がいるところといないところでもうすごくあの反応が違うのでですね、今日はここにはきっと音楽をね理解する人がたくさんいるんじゃないかと思ってやってみたんですけども、ことのほかあの西日でみんなが険しい顔してましてね、あのみんながすごくあの苦虫を噛みつぶしたような顔で見てらっしゃるもんですけど、不安で不安でしょうがなかったので普段より短いバージョンでお送りしました。僕の心の弱さです。申し訳ございません。